はようございます。かおりです。今日も多次元世界についてお話ししてみたいと思います。まずじゃあ多次元世界の中でね、じゃあ自分はどういう存在なのかと考えるとき、ちょうど今日はね、画像が波なんですよね。私山海と毎日画像をこう動画ですね、背景に流れている動画を切り替えていて、今日はたまたま、波、海の日で、私波って言いましたよね。で、多次元世界の中の自分はこの波のようなものと、それはね、ジャスモヒンさんの本で読んで、これは学びですかね。自分での気づきというよりも、ああそうなんだと教えてもらったって感じの知識なのですが、だから波は海とつながってますよね。単独でこう独立した波っていうのはないわけで、その波もどこからどこまでが海で、どこからどこまでが波かね、わからないという、つまりそういうつながりを持ってますよね。で、この前提を一個入れておくと、多次元世界がね、理解がね、ちょっと進む。で、とね、じゃあ多次元世界があるっていうか、それが分かりました。で、私は今、じゃあ多次元世界があるのであれば、情報の世界っていうか、意識の世界であるということも分かってきて、じゃあその情報を自分にダウンロードしたいっていうね、だから高次元の情報をダウンロードしたいという、その意欲みたいのが強くなってきて、じゃあそれはどうするっていうね、だから同じ波動に合わせる、同じ周波数をマッチさせないと、その高波動の情報はダウンロードできないなととも思いつつ、でももっとシンプルな方法があるはずっていうかね、それはね、祈りじゃないかなってね、私はこれを知りたいとか、こうなりたいという、まず祈りは、それがね、高次元っていうか、多次元世界に対する、情報発信ですかね。例えば、私はこれが欲しいですとか、これを教えてくださいと、発信しないと周りには伝わらないっていうね、その状況と似てて、なんかその祈りっていうとね、私もその言葉自体に抵抗があって、ちょっと宗教めいてきたりね、あとは私の母が、キリスト教に、あまり良くない形でのめり込んでいる人で、でその祈りという言葉を子供の頃から散々言われてきたので、私自身その祈りという言葉に対して、もう嫌悪感に近いね、拒否反応みたいのを覚えてしまっていたのですが、もう一回ね、自分の先入観を全部取り除いて、その祈りという言葉の意味を考えてみると、意が乗るとかって言われますね。自分の意思が乗るものが祈りと捉えると、自分の意思だから、その願望とか思いですかね、それをこう世界に対して、宇宙に対して発信するというのが祈りであると、祈りの定義をしっかりすると、この言葉に対する拒否反応もね、随分減ってくるなと気づいたのですが、だから意を乗せる意味での祈り、教えてくださいとか、私はこれが知りたいんですとか、この情報とつながりたいんですという、まず思いを発してみるっていう、これをね、私にやっているのですが、この祈りはね、結構使える感があります。はい。ので迷ったら祈るっていうね、それを今時々やってみて、ちょっといい感じっていうね、そんな
手応えがあるのが分からなくなった時の祈りですね、とね、その多次元世界を考える上でっていうか、私が多次元世界の理解をちょっと仕掛けたそのきっかけは量子式探求だったんですよね。量子意識に興味を持って、それが何かっていうことをずっと探してきて、こちらでもお話しして、視聴者の皆さんとコメントをやり取りしているうちに、あ、多次元世界ってっていうのにちょっと気づいたことが、また再びこの多次元世界をもっと積極的に探求するきっかけになって、っていうのは、分からないものに対してはこう積極的になれないのですが、ちょっと短所をつかみかけて、これじゃないかなと分かり始めた瞬間は積極的になれるものだなとね。で、じゃあ多次元世界が分かりかけたきっかけになった量子意識の何だろう、量子意識っていつも両極端にあるものを同時に捉えるみたいな話をしてましたよね。それでその対象となっていたのが内側と外側、はい、自分の内側と自分の外側って、これ対極にある概念みたいな言葉ですよね。でそれを同時存在させるとかバランスをさせるという、それをね考えているうちに、なんか多次元世界っていうのの理解が なぜか進んだと一面もあり、でその自分のね内側は、じゃあまず何かをね考えてみると、肉体で考えると、皮膚の内側みたいな、内臓みたいなね、そんな感覚でもあり、でもただ自分の内側を見なさいとか言われた時、ほとんどの人がね反応するっていうか、こうじゃないのかなって思うものは内心のことだと思うんですよね。自分の内側に入って考えなさいとか、内側ではどう考えていますかって言われると、やっぱり意識とか思考の話をしているなと受け取ると思うんですよね。じゃあやっぱり自分の内側は、自分の意識の世界であると捉える。じゃあ自分の外側ってじゃあ何だってね話になり、じゃあ自分の外側っていうのは自分の意識ではない、じゃあ他人の意識のことを自分の外側というのかなと考えると、なんかねそこはねちょっとしっくりこないんですよね。でだから自分のね内側しか ないみたいなね、その中に他人の意識も混じっているような、そう考えるとね、ちょっとしっくりするっていうか。である、人の文章でみかんを剥くっていうようなね言葉が、その多次元世界の説明のところであって、みかんを剥くと、みかんのね皮ですね、どっちかっていうとね、みかんは剥かないときはオレンジ色の皮の表面が見えますよね。で皮を剥くと内側に白いこうもぞもぞっていう感じの皮の内側が見えてきますよね。で、じゃあ自分はどっちっていうね、皮の外側が自分なのか内側が自分なのかで、はい、今日はね、ちょっと思考がね突き上げてきたというか、はい、一旦頭を冷やすために今日はこの辺にします。はい、最後までご視聴いただきアンカトー。またやります。ではまた、バイバーイ。